6450平方マイルのハワイ、8000フィートの高い山々。このハワイは数百万年もの昔、太平洋の海の底から生まれました。熱い溶岩が海の水とぶつかり、黒いガラスが波に揉まれ、長い間ご覧のような黒い砂のビーチができたのです。紀元800年の頃、強い波の流れと緩やかな風に乗ってポリネシアの人々はこのハワイ諸島へたどり着き住み着いたのです。18世紀の最後にハワイの諸島を訪れた伝道師たちのベースとなったニューイングランド風の建物が今でも残っています。これは100年の歴史を誇るカワイハオ教会で今でも宗教文化の中心として主張されています。ハワイの経済は多角的になりましたが、砂糖産業は年間5億9400万ドルで、そのうち上位3つの農場がその 90% を占めています。パイナップルはハワイのシンボルとして機械化された今日、年間2億2900万ドルの生産がありますが、それでも台湾やフィリピンの安い労働力には勝てず、ドールやデルモント株式会社は生産を年々縮小しています。ホノルルはハワイ全島の行政を司る主要都市で、年々と発展しつつあります。1959年以来、ジャンボジェット機によって観光客の数は年々増加しています。ホノルルより17分、8万年前に戻ってみましょう。ハワイ諸島で最も古いハワイ島です。昔のハワイアンは漁業によって生活をしておりました。このメネフネの池はずっと昔、肌の色の白い小人によって作られたと言い伝えられています。ラウイ・リウイリ港はコンテナ船やレジャー用の船に使用され、ベイホンド行きの砂糖はここから船に積み込まれています。近くのコレア町は1835年にカワイ島で最初のサトウキビ圧縮工場が建設されたところです。カワイ島の主な産業は漁業です。スパウティングホーンが見事に引き出しました。ワイヤーレアレイには年間450センチの鬱陶しい雨が降り、何世紀にもわたって大量の雨の力でカワイ島の急な崖や滝は自然の力で美しく神秘的に作り上げられています。これは神聖なるヘアウの神を祀っている場所です。美しいワイヤロー川はカワイ島の船がいろいろな目的で航行している唯一の通路となっています。カワイ島ではこのような景色が見られるため、ガーデンアイランドと呼ばれています。そして観光と砂糖生産が主な産業となっています。ハナレイでは雨量が多く、お米やタロイモがよくでき、市場向けに最適な作物産業として発展しつつあります。カワイ島にはこのようなプライベートのビーチやロマンチックな景色があるため、新婚さんたちの楽園でもあります。ワイメアキャノン、ここには尾の長いコワイの鳥や3000フィートを下るワイメア流水が見られます。何とも言えないカララウ展望台からの眺め。ハワイのナファリガクからモロカイ島へ参りましょう。ここはカウナ・カカイという港で、島と島とをつなぐハシケの港です。カウナ・カカイ町の人口は2231人で、モロカイ島で一番大きな町です。パイナップル生産用のエーカーの数が減ったために、島の経済界に大きな影響を与えており、その代わり魅力的な景色で観光客を呼びかけようとしています。ここは
ハラパバレーです。険しいところで昔のハワイアンの村がここにありました。野生のグアバとハイビスカスの花が道端に咲いています。1868年に創立された検疫所はこの孤独な半島にあり、大病の患者の住居でした。マウイ島はハワイ諸島で2番目に大きな島です。カフルイはマウイ島の深い港であり、カヌーのレースに最適な場所です。本格的なカヌーはコアの木から作られ、何年かもの長い間の期間をかけて、その値段も8000ドルもするものもあります。ワイルクはマウイ政府の首都です。イアオは100万年のシンボルでもあります。バールドウィンビーチパークはバールドウィンという宣教師にちなんで名付けられたパークです。花までの道には617の曲がりくねりがあります。簡単には行かれない場所で、天地と花と呼ばれているそうです。年間の雨量は70センチもあり、サロイモの生産には最適な条件が揃っています。滝の下にできた自然のプールでは泳ぐことができます。マウイ島の水は主に砂糖産業のために使われています。貝の形をしたトーチジンジャーや野生のバナナやカリカリした小さな山リンゴが繁殖しています。ハレアカラの山頂には1回しか咲かないという珍しいシルバーワードの花が見られます。この花はハワイでしか咲かないそうです。ハレアカラはマウイ島を作り上げた2つの火山の一つで、噴火口は7マイルの長さで2マイルの深さにも及びます。この道を通り、狭い道を渡ってマウイ島のもう一つの火山、ウエストマウイの山々がサトウキビ畑を通り抜けると見られます。ここはハワイ王国の元首都でラハナイです。昔は捕鯨船が400隻も停泊していましたが、1800年後半以来、クジラの油が石油に切り替わり、捕鯨産業に大きな変化を与えました。ここはハワイ諸島で一番大きな島、ハワイ島カイルア・コナの町です。カメハメハ王が1819年にこのコナの町にあるカマカホヌ大邸宅でお亡くなりになりました。スポーツフィッシングの世界大会が年に一度ここで開かれて、釣り人がたくさん集まりカジキを釣り上げます。コナは小さな町ですが、観光業の重要性を感じ、遊覧船やゴルフ場、エキゾチックな魚、海、そしてスノーケリングに最適な場所でもあります。原住民の多くが漁業産業に携わっています。漁業はハワイ州の総生産の 1% 足らずの収入ですが、高性能な機械を使用すれば収入をもっと増やすことができるでしょう。コナは昔のハワイを現代のハワイと組み合わせる力を持ち、黄金の海岸と呼ばれています。ハワイ島の神社はハワイアンの宮司、カフナや州長、侍たちが宗教的な儀式を行い、昔のハワイの伝統がそのまま残っています。コナで有名な避難所、ここに駆け込んだ人々は殺人者であっても命が守られたそうです。ハワイ州はコーヒーを商業用に生産し、食料品としてよくブレンドに使われています。この赤いコナコーヒーのベリーは年間200ポンドのコーヒーを製造しています。そしてハワイの牧場の 80% はこのハワイ島にあり、米国で最も2番目に大きな大牧場では7万頭の牛を飼っています。ここは深くて活発的なヒロシの港です。ヒロシはハワイ島の首都でもあり、3万5千の人々がここに住んでいます。ヒロの経済は一時サトウキビ産業や牧畜産業に頼っていましたが、今は観光産業もその主要産業として発展しつつあります。ヒ
ヒロシの近くにある伝法の滝は朝日が当たると虹が大変美しく見えるので有名です。これは雄大な赤香の滝です。島の中央には火山があり、キラウエア国立公園の噴火口のそばにシダの林が生い茂っています。この湯煙はキラウエアから吹き出しています。キラウエアはマウナロア火山の4000フィートにあり、活火山であります。スキーに似た土地の条件であるために宇宙飛行士たちがここで訓練を受けるそうです。ハワイアンにとってこの湯煙は火の女神ペレがまだハワイに残っている証拠だと信じています。この火山はハレマウマウです。近くにあるキラウエア域が噴火し、この365フィートの溶岩の池が作られました。何千年前か昔、ハワイの火山は流動的でガスが少なかったのでしたが、現代はもっと爆発的です。溶岩には2つの種類があり、パホエホエは滑らかな表面を持ち、その下を流れる溶岩の動きによって表面がしわくちゃになりました。それに比べアワは粗くギザギザしています。ハワイの火山は世界でも最大の溶岩の量を噴き出すそうです。オヒオレフアの花はよく見られます。高い高原地方には豊かな雨、そして林があります。野生のヤギや豚、そして小型の鹿、ハンティングには最適な場所でもあります。ポリネシア民族が輸入してきた芋やタロイモを含む25種類の植物の他に豚や犬を輸入したそうです。野生の豚は癖が悪いのですが、ルアウでカルアピークにすると実に美味しい肉となります。それではオアフ島を紹介しましょう。ホノルルは今や世界でも有名な国際都市に発展しつつあります。ここは太平洋国立記念墓地で、2万人以上の軍人たちがここに静かに眠っている憩いの場所でもあります。ホノルルの建築はスペイン風の市役所からヨーロッパ風の宮殿を真似したイオラニパレスまで様々な建物が建っています。ハワイの人々はパレードが大好きです。特にこの年中行事のカメハナパレードはカメハナ銅像の前から始まり、ワイキキを通り抜けカピオラニパークまでの長い道のりを延々と行列を作り、最も見事で華やかなパレードとして世界各国に知られています。下町のビショップ街です。フォートモールの商店街はハワイの財政中心部です。これは有名なドラゴンの舞で、中国人の彗星の祭りの行事です。このような祭りによっていろいろな人種の文化の交流、そして毎年秋にはアロハウィークの行列でいろいろな人々が参加し、それぞれの文化を誇りにしています。5月1日のメーデーにはハワイアンの自然や花に対する愛、そして各人種の文化の交流を深めています。学校や職場、そして銀行の窓口にも花が飾られ、人々はその華やかさを競い合います。ハワイには1381種類の花があり、ほとんどが霊や行列のために使われます。レイレイには楽園の春を迎え、踊りと喜びで楽しい一日を過ごします。ホノルルより20分ドライブをするとウィンドワードサイドに出ます。キャプテンクックの日記によると、ハワイは魚とポイの経済に保たれていると書かれてありますが、現在ハワイには
高級なレストランもあります。しかし田舎では投げ網や大勢の人たちでルアーは人気があります。みんなで活動しお互いで楽しく過ごせるフキラウです。ワイキキのホテルでは観光客向けのルアーを設けています。ヘヘナオというのは昔のハワイアンの言葉で波乗りを示しています。王様は18フィートの粉のボードを使用しましたが、現代のサーファーは最新型のプラスチックボードを使っています。北半球から大きな波がやってきます。ここハワイではこのサーフィングが最もポピュラーなスポーツとして若者たちに大いに流行っています。また観光客も一緒に楽しくサーフィングを楽しむ人が年々増えています。それではしばらくサーフィングの妙技をご覧ください。ハワイ諸島の人口の 23.5% が日系人で、日系人は経済、生活、文化や宗教に大きな影響を与えています。これは仏教の行事、盆踊りです。ワイキキビーチは昔沼地でしたが、今は豪華なホテルや素晴らしいビーチが作られています。世界各国から集まった観光客はここで楽しいベケーションを過ごし、ローカルの人たちもまたサーフィンを楽しんでいます。ここは昔カメハメハ王の戦いのカヌーが集まった場所で、後ろにはダイヤモンドヘッドが見られます。現在では古いハワイアナが見直され、カメハメハ校やオハ美食博物館などの組織が先生を通じて若い者に踊りや織物、昔のゲーム、芸術などを教え伝えて長くその伝統を守るよう心がけています。これは昔の姿そのままにタロイモからポイを作っているところを再現しています。年に1回のアロハウィークはハワイ風の行列を1週間かけてワイキキで行われます。カラカワ通りから始まり、アロハウィークの行列は全人種が自分たちの文化、芸術を持ち合って参加いたします。パレードが始まる前、カラカワ通りは観光客のメッカともなります。これらのホテルには日本人の観光客もいっぱい宿泊し、一人平均1日155ドルを使い、年間4億ドルものハワイの収入源となっています。観光客の数は1886年にはたった2040人でしたが、今は1年に400万人の人々がここハワイを訪れています。現在ハワイの経済は軍の基地と観光産業の収入に頼っています。そしてハワイの居住者の半分は平均28歳以下の若い人々で埋まっています。しかし我々ハワイはハワイを訪れる観光客を大いに歓迎しています。ナイトクラブには韓国の踊りからフラ、魅力的なタヒチアンのダンスが見られます。そしてサモアンの火の踊りほど迫力的なものはないでしょう。この美しいハワイ諸島にお別れを告げる前に、ハワイ州の標語ウア・マウ・ケイやオカアイナ・イカポのハワイの繁栄は正義にあり、カメハメハ王が1843年にハワイハオ教会で送ったこの言葉を心に刻んでお別れをいたしましょう。